2000年シドニーオリンピックは2000年9月15日から10月1日までの17日間オーストラリアのシドニーで開催されたオリンピック競技大会一般的にシドニーオリンピックと呼称されシドニー五輪と略称される20世紀最後かつ2000年代最初のオリンピックに当たり南半球での開催は1956年メルボルン大会以来44年ぶりとなった シドニーオリンピックの開催は1993年9月23日に決定された。決戦投票では3回連続1位で優勢だった中国の北京を僅差の45対43で破り2000年代最初のオリンピックの開催地に選ばれた。約半世紀ぶりに南半球での開催となった今大会は9月15日午後7時日本時間 同5時から開会式が行われた冒頭、ストックマンが登場した。その後、当時13歳のニッキー・ウェブスター主演によるオーストラリアの歴史の一大絵巻を描いたエンターテインメントショーが展開された。マーチングバンドの演奏の中、選手入場が行われた。日本選手団は虹色の鮮やかなマントを着用して登場したが、 欧米では虹色はしばしば同性愛者をはじめとする LGBT 性的少数者の象徴として見られるため日本人選手は全員が LGBT 当事者ではないかと驚いた現地の人も多かった。詳しくはレインボーフラッグ LGBT を参照。また第1回南北首脳会談が実施されたばかりの韓国と北朝鮮が統一旗を掲げて 合同入場行進を行ったほか、インドネシアから解放されたばかりの東ティモールの選手たちが、逸話ばたを掲げて最後、模様国オーストラリアの直前に入場し、盛大な拍手を送られた。秘密にされていた聖火リレーの最終点火者は、先住民アボリジニ出身のキャシー・フリーマンが務めた。大盛況の開会式は、予定よりも約1時間遅れの午後11時、日本時間、 同九時過ぎに終了した。シドニー交響楽団が伴奏した国歌などが実際は演奏しておらず、メルボルン交響楽団による録音テープなどを流していたことが2008年8月26日までに明らかになった。柔道で田村良子が悲願の金メダルを獲得。他にも柔道では2大会連続金メダルの野村忠宏を、 はじめ、井上康成や滝本誠らが金メダルを獲得した。一方、篠原真一が決勝で審判の誤審により銀メダルになるというトラブルも起こった。マラソンでは高橋久子が日本の女子陸上競技として初の金メダルを獲得、オリンピック新記録。女子マラソン中継の平均視聴率が40%を超えるなど日本中で話題になり、 国民栄誉賞が授与されることとなった。野球においてプロの参加が認められ、アメリカ、韓国、オーストラリアなどがプロ主体のメンバーで参加した。日本はプロ側の足並みが揃わず、8球団が1名ずつ派遣するプロアマ混成チームであった。日本は1次リーグを勝ち上がったものの、準決勝でキューバに3位決定戦で韓国にも敗れて4位となり、 メダルを逃した。サッカーはフィリップ・トルシエが A 代表監督を兼任する形で引き、メンバーの大半が A 代表でプレーしていた上に、各年代の大会で好成績を収めていたこともあって、全評判も高く、南アフリカ、スロバキア、ブラジルと同組になった、グループリーグで2勝1敗の2位で勝ち上がり、同メダルを獲得した1968年。 メキシコシティオリンピック以来32年ぶりの決勝トーナメント進出を果たした。アメリカとの準々決勝では PK 戦までもつれ4人目の中田秀俊が外してベスト8で敗退となった。なお、この試合の中継がすべての競技を通じて最高の視聴率42.3%を獲得した。 男子レスリングのグレコローマンスタイル 130kg 級では、ルーロンガードナーが決勝で、アレクサンドル・カレリンを破って、金メダルを獲得した。カレリンは1987年から続いた、国際大会無敗の記録が途絶え、カレリンのオリンピック4連覇はならなかった。1956年のメルボルンオリンピックでは、馬術が、検疫機関の関係で、 スウェーデンのストックホルムで開催されたため、全競技がオーストラリアで開催されたわけではなかった参照。しかし、シドニー大会では、検疫技術の進歩等もあり2週間での検疫が可能になったことから、全ての競技がオーストラリア国内で開催された。全競技がオーストラリア、そして南半球で開催されたのは、この大会が初めてとなった。 IOC のサマランチ会長の任期中最後のオリンピックの閉会式では逸話バタがアテネ市長に引き継がれ最後に同会長が出身地の言語のスペイン語でさようならと別れを告げた地元のソプラノ歌手のイボンヌケニーがオリンピック参加を独唱する中オリンピック旗を奉納しウェブスターが BLLBE1 を歌い成果は少しずつ火を弱めていって最後に 成果の上空を低空通過したジェット機 F-111 戦闘爆撃機が後方投棄した燃料に点火して成果が空に飛んでいくように見せる演出で収め火した。ジェイソン・ギルキソンの振り付けでダンサーが社交ダンスを披露した。なお、この大会は2万5千人にも及ぶボランティアが成功させた大会とも言われ、その活動は閉会式で サマランチ会長からも絶賛され、後日、ボランティアが主役となるパレードも行われた。その際、ボランティアには、シドニーの名誉市民の称号が与えられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。